はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん、今日日曜日は負けてしまいました。結局開幕シリーズの3連勝スイープはなりませんでした。勝てば13年ぶりの開幕3連勝ということだったんですが、まあそう簡単にはいきませんわね。ただ金曜土曜と本当こういい勝ち方をしただけにね、なんとか狙ってほしかったというゲームでもあったんだけど、まあ本当途中までは素晴らしいゲームだったと思いますけどもね、まあ接戦を、制することはできませんでした。まあしかし敵地での開幕シリーズで2勝1敗ね、こう勝ち越してホームに帰ってくることができる、これは大きいかもしれません。さあ3連勝で意気揚々と乗り込んでくるホークスを迎えるというね、まあ気が早いですが、ここでもまた首位攻防戦ではありますからね。相当ホークスは今年藤本監督の言葉を聞いてますと、オリックスを意識されてますんでね、この3連戦ね、ここを見据えてのまずはその開幕の3人のピッチャーという感じでペーペーのロッテ戦は戦ってきましたからね、さあどうでしょうか。さあ、今回は僕のツイッターに寄せられました皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。たくさんいつもありがとうございます。早速ご紹介してまいりましょう。まずは、爽快王さんです。俯瞰すると平の好投かっこ力投に屈した印象です。彼を崩せず勝利のリズム流れを呼び込めなかった。気になるのは野口の後期での三振や凡打が目立つこと、紅林が恋しいということなんですが、上がってくるかもしれませんね、大阪に戻ってくると。分かんないけどね。アームドさんは、今日は残念です。まあビジターで勝ち越しは良い材料ですね。あさっては現地3連勝のホークスとなので、初戦勝ってホームで3連勝といきましょうね。まあそう簡単にはいかないと思うんだけども、まあそこでちょっと初戦で勢いつけてほしいなと思いますよね。ちょっとピンボケですね、気にせず皆さん見てくださいね。ね、そうですね、初戦田島君だもんね、頑張ってほしいなと思うわけです。それから竹富さんですが、平はオープン戦の好調そのままでしたね。確かにね、こうなると点を取るのは難しく、一発が出たゴンザレスを称えたいです。確かにね、ワゲスパックの不調よりも野口くんが打てないことの方が気になります。そう、僕はワゲスパックの不調の方が気になるね。去年はそこで勝ってきたんだもんね。野口にも頑張ってほしいのは間違いないんだけどもね、本拠地に戻って立て直しましょうということ。そうですね、僕はワゲスパックの方が心配だわ。ずっとオープン戦からなんか完璧っていう感じじゃないもんね。ね、今日なんかもずっとボール先行で苦しいピッチングだったからね、心配です僕は。白鷺さんはまあまあ課題は見つかりましたが、開幕カード勝ち越せてよかったですということで、ブルペン陣も宇田川君や総一郎君も、和宮や阿部ちゃんもこれから状態は上がると思いますということ。そうあってほしい、去年はそこで勝ってきたんだから、ね。それから土井真一さんは、草野球の試合とかぶっていたのでハイライトしか見ていませんが、悔しい負けですよねということ、ワゲスパックの調子が上がるのを待つしかないですということ、ただ開幕カード勝ち越しはプラス要素ですし、マーゴに一発が出たのは良かったですということね。切り替えて火曜日からの本拠地で頑張ってもらいましょうということ、おっしゃる通りです。アイロンさんは、ホークス3連勝で大阪へ乗り込んでくるので、これからが肝心ですよね。まあもちろんね、まだ先は長いんだけども、ここで一つやっぱりね、勝ち越していければ今年もオリックスは手強いぞというイメージをホークスに植え付けたいよね。今年はいけると思われるの尺じゃない。でもホークスは相当強いよ。それからフミカンさん、まだ3試合しかやっていないから、次のホーム6連戦をどう戦うかが勝負ですね。まあね、まあ勝負はまだもっと先だと思うけども、次のホーム3連戦にどんな戦いをしてくれるか、やっぱりここ勝ち越してほしいもんね。6試合なんで、まあ、最低でも3勝3敗ね、そこはやってほしいなと思うわけ。できれば4勝2敗できれば言うことないんだけどね。ありがとうございます。それから、ジャンプ 8.72 さんは、平相手でロースコアの展開になると思っていましたが、進塁打やあと1本が出ませんでした。まあ、確かにそんな感じだったね。マーゴに初のアーチ、来日初アーチ、しかも平から打ったのが大きかったし、それは収穫でしたが、ワゲスパックはたまに出る制球弾が出てしまいましたということ、ね。
まあ、勝ち越せたから上出来ですがということ。まあ、皆さん同じような感じですね。マカロンロンさんは悔しすぎます。開幕ゲーム勝ち越せたのは良かったですが、本拠地開幕ゲームで全員総力で勝ちましょうということね。そうね。ホークスが3つ勝っただけにね、ね、まだ順位とかいう段階時期でもないんだけども、相手も相当強いからね。それから奈々鎮さんは、切り替えて京セラで頑張ろうそれだけですということ。なるほどね。イッチーさんは今日はまさに悔しい、でも開幕勝ち越したのでいいスタートだったと思います。まだ始まったばかり、あさってからは本拠地京セラドームでの開幕、チーム全員一丸になって頑張ってほしいですね。お疲れ様でしたということ。そうですね、皆様のご来場お待ち申し上げております。ビーズブルーブルーさん、今日も非常に緊迫した試合だけに最後は少しあっけない感じでした。おっしゃる通り、そんな印象を僕も持った。ただ山岡投手も西武打線に的を絞らせないピッチング、ナイスピッチングでしたね。同郷の茶野選手も平投手から2個のフォアボールとセンター前と活躍していました。まだまだシーズンは始まったばかり、 We can do it ということ、ありがとうございます。 MM さん、3立てしたかったですね。まあでもマーゴにホームラン、茶野の3出塁、守備はまあって書いてらっしゃいますが、中川3試合連続安打と明るい話題もあったから良かったですよ。次はホークス、山本宮城で勝ちを取りましょう。まあ宮城くんはハム戦じゃない、それから分かんないよ。バファセレさんは確かに3つとも勝つことには越したことはないのですが、山本や宮城がいない中での開幕シリーズ勝ち越した。これは上出来ではないかと思います。ということ。私の中ではすでにあさってのホーム開幕に切り替えています。しかもホーク戦楽しみですね。その通り切り替えていきましょう。乗ったなおさんです。現地の写真を貼ってくださいました。今日は現地でした。ワゲスパックはまだ去年の良くない時と同じような感じでした。ソフトバンク3連勝ですが、まだまだ始まったばかり、良いスタートが切れたと思いましょうということ、ね。現地観戦お疲れ様でした。ありがとうございました。名前考え中さん、個人的にはカードを勝ち越したので OK だと思います。ただ監督の先発の変えどころが早いというか、もう少し信用しても良いのではと思いました。まあ、でも去年からこの早め早めっていうのは一つ中島さんの傾向でもあると思うよ。あんまり無理して引っ張るということはないね。だからどっちかというと早め早めっていう傾向はあると思うんだけどもね。でも今日なんかはもうあそこでもう僕はホームラン打たれた後、フォアボール出して変えたでしょ。あれはもうそこはまさにベストなタイミングだったと思いますけどもね。はい、まあ、人それぞれ考え方違いますね。それから、ラバン99さんは終盤競り負けてしまいましたねということで、週明けのホーム開幕カードからまた一つずつ、頑張るしかないですねとおっしゃる通り、ずんだもちさんです。敵地開幕カードでの勝ち越しはよくやったと思いますが、ソフトバンクは取りこぼししませんでした。強いね、3連勝ね。それだけに今日は勝ちたかったし、うちの強いリリーフ陣勝負で負けたのは悔しい。そう、僕もそこなんですよ。去年そこで勝っていたチームなんで、そこで負ける、まあ、全部は勝てないんだよ、もちろんだけど、そこでこう競ったゲームをこう勝っていけばまた乗っていけるんだろうけどもね。僕も同じ思いです。ありがとうございます。野風土さんは、お前さんこんにちは、平良投手が良かったということで、火曜日から京セラのオープニングゲーム切り替えていきましょう。山岡投手も頑張っていたし勝ち越したいんですからねということですね。おっしゃる通りです。ブライアン直樹さんは、ワゲスパック投手オープン戦から明らかに本調子ではなく、変化球に、頼り崩れる印象です。しゃあないですということで、まあそのうちまた調子上がってくるでしょうけどもね。それからフグさんですが、追いついてオリックスの試合の展開になるかなと思いきや、やはり先頭打者の四球ですね。そうなんだよ、ね、僕も追いついて、あ、今日もあるかなと思ったんだけどね、なかなかうまくいきません。牛子さんです。惜しいところ点を取れそうということが何度もあっただけに悔しい、惜しい試合になりました。後期は逃さないように、それが積み重なっていくので、まだまだ始まったばかりですが負けは嫌ですね。小5の織姫、小6になったんだね、ごめんなさい、小6の織姫は、取るとき取れるときに取らないとと不機嫌です。その通りです。
はい、ユーミンパパさんは開幕3連勝難しかったですね。でも13年ぶりに、開幕カード勝ち越しです。問題はあさってからです。開幕3連勝してきたホークス、3連敗しないことを願っています。まあまあ弱気ですね。初戦ですよ、初戦ね、頑張りましょう。それからチルドレンさんは、開幕カード勝ち越しで終えることはできましたが、今日の試合は釈然としない終わり方でした。やっぱりミスを減らしてもらわないと困ります。塞げたはずの失点、取れたはずの得点が究極ですがゼロになるように戦ってほしいですということ。なるほどね、おっしゃる通りですね。それからあずきさんは勝つと思うなというわけではないのですが、そんなにうまくはいきませんね、切り替えてね、黄金のユニフォームにふさわしい試合を待っていますということ。そうだ、 V ユニフォームだよね。それからですね、後藤勝彦さん、勝ちが続くと欲が出てくるんでしょうかね。たらればもまだ始まったばかりなのですが、まず勝ち越したことを良しとしましょう。火曜日からのソフトバンク戦も勝ち越しようということね。そうですね。それからミッキーさんは、ミッキー0731さんは、ワゲスさんオープン戦から球速出ていなかったので心配はしておりましたが、後半から上げていくタイプでしょうか。でもマーゴンにホームランも出たし、3連戦というスパンを見ると良かったと思うので、課題と向き合いながらホークス戦に挑みたいですね。そうだね、まさにホークス戦、去年オリックスは優勝したんだけど挑みたいよね、ホークスにはね。レイコさんは、負けて悔しいということは勝ち癖がついている証拠。おお、なるほど、そうだね。あさっての本拠地開幕、気合い入れ直して全力応援ということで、ありがとうございます。ハーナさんは現地、これはライトスタンドかな、写真を貼ってくださいました。ありがとうございます。4失点目のワイルドピッチで勝負ありという感じでしたが、バゲスの内角のストレートをうまく打った鈴木選手はお見事でした。ベルドでの現地通算0勝5敗です。辛いね。ありがとうございます。開幕カード勝ち越したんだからと言い聞かせながら帰宅しますということで、ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージを頂戴しております。で、全部はご紹介できませんが、全部、毎度毎度申し上げておりますが、全部読ませていただいておりますので、いつもありがとうございます。というわけで、皆さんの思いはもう火曜日に切り替えられましたか。いよいよ本拠地開幕、を迎えます。気合い入れて頑張りましょう。いいゲーム期待したいですね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。でも悔しいね、やっぱりね、悔しいわ。